はい、速稼塾の久保です。今日もね、本当に情けない事件がありましたね。小学校6年生の女の子が SNS で知り合ったね、どこの誰ともわからないような30代の男性にですね、かどわかされて、性的行為を撮影された上にですね、それを元にですね、いろいろとねじ込まれているということですね。当然この男を逮捕されて、今ね、顔を晒して、ニュースに出ているわけなんですけども、ちょっと画面切り替えましょうか。本当にね、どうしようもないやつですよ。はい、じゃあ画面の方見てください。小6女児に性的暴行し撮影か、男を逮捕ということで語られております。強制性交と書いてますから、強制的に、そういうことをしたんでしょうね。仙台市内のホテルで SNS で知り合った小学校6年生の女子児童にということです。あのホテルの方もね、あの人手不足なんでしょう。あんまりねチェックをしてないのか、それとも売上的に厳しいから入る人誰でも入れてしまうのか、ちょっとこれホテルの方もね、ちょっと強い罰則を設けないといけないんじゃないかなって気がしますけども、どうでしょうかね。じゃあ記事に戻しますね。昨年2月、仙台市内のホテルで小学校6年生の女児児童に対して性的な暴行を加えた上、その様子を撮影したとして33歳の男が逮捕されました。あのこういうところで撮影された動画っていうのはアップロードされるとね、もう本当に無数に拡散されて、もう取り返しがつかなくなっちゃうんですよ。で、このね、被害を受けたという女の子は、自分が被害に遭ってるのに罪をまるでね、受けたような形で、これからね、本当に辛い人生が始まるんですよね。そういうことを考えて、本当はね、この30も過ぎた男がね、無職でプラプラしてるのかどうか分かりませんけども、無職でね、ブラブラするのは私も同じようなもんなんで、そこはいいですよ。ただね、その無職をこういうことに使うのは、とても許されることではないかと思いますね。近藤容疑者というね、形でございます、名前がね。記事に載っています。強制性交などの疑いで逮捕されたのは、東京都杉並区の無職、近藤義弘容疑者です。この名前、覚えておいてくださいね。警察によりますと、近藤容疑者は去年2月、仙台市内のホテルで SNS で知り合った当時6年生の小学校児童に対し性的な暴行を加えた上、その様子をカメラで撮影し、児童ポルノを製造した疑いが持たれておりますと。で、ここからね、ちょっとね、その小学生の女の子にもちょっと言いたいというところがあります。それはね、あの今日本にいる皆さん、小学生の皆さん、あのスマホでね、いろんな撮影して楽しいと思いますけども、こういうところは紙一重ですよってことなんですよ。2人は SNS で知り合い、近藤容疑者が動画を撮影し、それを販売して売り上げの半分を上げると。こういうふうなね、お金になびかないでほしいなと思いますし、これは半分女子児童がね、希望したと取られても仕方がない、そんな流れになってますよね。そう思われたくないじゃないですか。で、お父さんお母さんにも非常に不名誉な話になりますので、ご近所様にね、何か思われてるんじゃないかとか、知り合いに白い目で見られるんじゃないかっていうね、そういうふうな疑心暗鬼に駆られて、本当にね、家族で揃って笑顔でまた夕食を食べる日っていうのが本当に来るのかどうかっていうね、そういう心配しちゃいますね。本当にこういう事件っていうのはなくなってほしくないなと思うばかりでございます。なんかね、その男性には確かにいろんな欲望があります。女性にもあるかもしれませんけども、男性がこういうふうな性的欲望をね、解放するのは割と犯罪と隣り合わせになってるんですよね。自分の欲望を満たすためのものというふうになってきます。ですんでね、私はね、もっと警戒してほしいなと思うんですよ。世の中に出ている情報とか SNS の向こうにいる人物にですよ。あのインターネットってのは嘘がつきやすいです。だからその嘘を見抜けずに、本気なんだ本当なんだっていうふうに思わせられてしまうんですよね。その他にもいろいろとね、言いたいことがあるんですけども、ちょっと言葉が過ぎてしまうかもしれませんので、今回の記事取り上げはこの辺にしたいと思うんですけども、いや本当にね、暗い事件だと思いますよ。こういうのをね、毎日毎日私は見なければならないってこと。それからね、私がこれ動画にするのはなぜかというと、警戒してほしいんですよ。警戒をね、私も自分の子供がいます。男の子ですけどもね、それでもね、やっぱりいろんなことを思いますよ。子供たちを守らなければならない。で、これから少子高齢化と言われて、貴重なんですよね、そういうふうな将来を担う若者っていうのは。その若者を、いいね、大人がこの世界を先に歩いてるものが邪魔をしたりね、駆逐するようなことをして、これはね、今までとは違った深い罪なり罰なりでね、束縛した方がいいんじゃないかなと思いますよね。なんとも情けない話だと思います。防御力をつけていくために、お父さんお母さんは、娘さんが生まれたら特にね、お父さんは特に、なんと言いますかね、言いにくいと思うんですよ。家族でお子さんにね、世の中に警戒しなければならないっていうことを伝えるのは、でも本当にそんなのんびりしたね、夢の世界ではないですから、この世の中っていうのは。ある意味、騙し合い、食われ合いっていうところもあるんでね、
まあ、そこに巻き込まれないようにこれからも考えていかなくてはいけないですね。はい、では以上です。